頭蓋骨を持った少女の像がすごく気になりますと。ああ、これよく言われますね。ちょっと、こちらの。はい。これは、日本の彫刻家の池島康介さんの作品で、歌方のっていうタイトルがついてる作品ですね。で、池島さんは、東京芸大の、仙人くんの先生のところの教室にいて、だから古い、仏像の修復とか、そういうのも勉強した人なんですね。だから木彫の、この日本の伝統的な技術にすごい長けてて、ヤスリとか一切使わないで、もうのみだけでこう滑らかな表面を削り出すっていう木彫をやってる作家さんなんですけどもね、浜松の、芸術高校かなんかで先生やりながら彫刻をやってる方の作品です。はい、素晴らしい作家さんなんでよかったら、はい。ただ、五郎さん、ちょっと残念なお知らせなんですけども、はい、この像がですね、もしかしたら YouTube に怒られるかもしれなくてですね。なんで YouTube に怒られるんだよ。ちょっと、裸だから、はい。エッチなものじゃないかっていう。エッチなものじゃないよ、どう見ても。三浦さんのところのラブドールと一緒にしないでくれよ。ただ YouTube AI がですね、なんか間違って判断しちゃうかもしれない。AI に言ってくれよ、島崎さん。なんで、ちょっとね、しばらく映さないようにしようかなっていう感じで。マジですか。そんな質疑。そんなさ、明治時代のさ、腰巻き事件みたいなこと、未だに言われるのかよ。AI に言ってくれよ。